そうか、あの時のことを思い出したのか。君が眠っている間、私もあのことを思っていた。それで君は思い出してどう思った？私はここにいてもいいのか？まだ私と話してくれる気があるのか？それでいいのか？本当に。私は正論を言ったつもりで人を傷つけることがよくあるらしい。あの時も君の気持ちを考えてやれなかったのだろうと思う。励ましたつもりだった。気持ちを切り替えろと言ったつもりだった。まさか泣かせるとは思わなかった。傷つけるつもりなどなかったんだ。とても驚いたし、言うべきことを間違えたんだと後悔もした。今でも悔やみ続けている。あの時はすまなかった。本当にいいのか？出て行けと言わないのか？付き合っている状態を解消しなくて構わないのか？君を泣かせた私を許してくれるのか？これからは二度と君を泣かせないように努める。だから君も気に入らないことは指摘してくれ。大事にする。やっほー、お見舞いに来たよ。また騒がしいのが来たな。え、ケントさん、久しぶり。嘘、ケントさん、いると思ってなかった。もしかして彼女の病室にべったりなんですか？っていうか、びっくりしたよ。交通事故に遭ったんだって？思ったより元気そうですね。退院いつですか？明日だ。なんでそこケントさんが答えるんですか？保護者代わりを務めている。彼女の実家は遠いからな。は？保護者代わり？やだ、それってもう結婚してるみたいじゃないですか。結婚？私はただ家族以外で彼女と最も親しくしている関係上、成り行きでだな。家族が来てないのにケントさんが付き添いしてるんでしょ？それ家族より親しくないですか？まさかここで寝泊まりしてるわけじゃないですよね？君たちもう帰ったらどうだ？まさか図星？帰らないなら私が帰る。ちょっと待ってくださいよ。もう少し詳しく。はいはいはい、すみませんでした。食いつきすぎました。はい、ケントさんお怒りの様子なんで、からかうのはこのくらいにしましょうか。もっと聞きたいのに。本題に戻るけどさ、大したことないみたいで本当よかったよ。店長たちも心配してたよ。そうですよ、ゆっくり休んで来いって伝言です。
右京という男は。え、右京さん？会ってないですけど。なんで右京さん？え、ちょっとまさかあの浮気疑惑って本当なんですか？沢、その男は彼女をストーキングしている疑いがあるんだと言わなかったか？いや、聞きましたけど、こないだも言った通り、しばらく店に来てないし、考えすぎなんじゃないですか？いえ、それどうでしょうね。私、ちょっと怖い話聞きました。え、何？一昨日、近所のマンションの屋上から身元不明の男性が転落死したらしいんですけど、その人の特徴が右京さんに似てるんですよ。そんなの偶然じゃない？かもしれません。ただそのマンションの屋上ってちょうどこの部屋から見える位置で、寄りかかった手すりが腐食してて落ちちゃったんですって。それが真夜中の話らしいんです。そんな時間にそんな場所で何してたんだろうって思ったら、ちょっとゾッとしちゃいまして。例えばこの部屋を見ていて誤って転落したのかもしれないということか。だったら怖くないですか？空想の影響出ないな。そうですかね。仮にその男が右京なら今はもう安全だということになるが、そう考え、いやそうじゃなくて、怨念こもってそうで怖いなって。意味のない空想だ。その男が右京だという確証がない以上、君は引き続き一人にならないように。ロマンのかけらもありませんね。といえば、事故に遭った時はなぜ一人だったんだ？一休が迎えに行くはずだっただろう。ああ、なんかケントさんの忘れ物取りに走ってたんじゃないかって聞きましたけど。そうなのか。聞いてないんですか？多分そういうことじゃないかなって一休さんが言ってましたよ。ケントさん、大事な学会だったんですってね。でも結局その大事な学会を強引に終わらせて病院に来たんですよね。愛だね。だけどさ、それで留学決まっちゃったんでしょ？いいの？離れ離れで。まだ決まっていない。正式な結果が出るのは31日だ。まあ、もう決まったようなものだが。留学の件について先ほど正式決定が届いた。
少し外を歩かないか。君に何を伝えたらいいのかずっと考えていた。だがうまい言葉が思いつかない。君が寂しがってくれると思うのはおこがましい気がする。しかしだからといって手放しに喜んでくれる様子も想像できない。君のその複雑そうな顔を私は自分に都合のいいように解釈して構わないのだろうか。本当のことを白状すると私はこの決定を喜ぶことができていないんだ。君に会えなくなる。学会直前のたった3日ですら辛かったのに、1年間本当に耐えられるのか私にもわからない。帰ってきた時、君が今と同じように笑顔で迎えてくれるのかどうかもわからない。口先だけ強がって見せても本当は歩き出すことに怯えている。情けないな。こんな私でも君との未来を望むことは許されるだろうか。1年だ。私は君に待っていてほしいと言ってもいいのか。帰ってきた時に迎えてほしいと願っても構わないのか。待っていてくれ。寂しいと言ってくれないか。もう一度会いたいと。嘘でもいい。そう言ってくれればそれを信じて手を離す。できれば今度は返事をしてくれると嬉しい。以前の君は私に甘い顔など見せるものかと気を張っていたようだが、今はそれほど嫌われていないと思ってもいいんだろう。まあ期待している。笑ってくれた日からずっと夢を見ているような気がする。この手を離しても夢は覚めないと信じたい。